こんにちは。今日の一言。これはですね、鍵山さんが非常にいいことを言っていただいております。本当に単純ですけれども、その言葉の中に、一つの真実、真理があります。原理原則を忘れない。これが私のモットーです。それでは今日の一言。大事なことはすべて手間がかかって難しいもの。大事なことはですね、本当に手間がかかります。私もですね、このロハス村を始めるにあたってですね、本当に、簡単にですね、できるかなと、安直にちょっと考えておりました。ところがですね、本当にこの、約1年半が過ぎましたけれども、難しいです。しかし、この言葉を聞いてですね、本当に大事なもの、大事なことはですね、手間がかかって難しいものだなと思います。だからこそ、やる気が出る。だからこそ、やる意義がある。簡単なこと、皆さん、できる、ないと思います。本当に真実のものはですね、だからこそ、難しいからこそ、やる。金儲けができなくてもやる。これが真実ではないかと思います。皆さん覚悟を決めてください。やると決めたらとことんやりましょう。一緒に頑張りましょう。